吉田さん、今ちょうどねブラック・ジャックを見ていたんですよブラック・ジャックのリメイク版の第4話でブラック・ジャックの手術をした恩人たる先生がですねまあ実は臨終のとこにふけていてでブラック・ジャック君の中にメスをね忘れたようなことがあったんだよみたいなことを思い出してねブラック・ジャックに伝えるんですよねその中で最後に自分の恩師の生命を救う手術をするブラック・ジャックなんですけども 手術は完璧にパーフェクトに終わったんですけどもその先生はね亡くなってしまうんですよねでその先生の最後の言葉がブラック・ジャックの頭を駆け巡るんですよそれはですね「人間ごときが生命の生き死にをどうこうしようなんておこがましいと思わんかね、みたいなことなんですよ、うん、そっからね「正義」っていう言葉に結びつける時に正義っていうのはこの世の中にあるのかなないのかなってことなんですよね 正義の反対側には別の正義があるっていうふうな言葉もありますし正義っていうのを定義しようとすればするほどそれを否定する定義も同時に出てくるんですよ。ですので私はねこういうふうに思うんですよね。正義っていうのは世の中にあると。それは俺が決めるんだってことなんですよ。私が見ている世界の中での正義っていうのは地球全体の正義ではないんですよ。せいぜい私が 生まれて死ぬまでの小さなコミュニティの中でささやかなる正義なんですよねみんなと仲良くやりたいとか美味しいものをお腹いっぱい食べたいとかその程度なんですよ一言で言うと自己満足なんですよね自己満足をどこまで高めれるかっていうのが正義だと思いますしその自己満足の中にはできればみんなにも幸せになってほしいよねと自分を自己満足させるために他の人を搾取したり強いたげたりはなるべくしたくないよねってことが入ってるんですよ このなるべくっていういわゆる塩梅ですよねいい塩梅で自分の自己満足もほぼ達成されるしそのために人をあんまり傷つけなかったなっていうふうないい塩梅の形が正義なのかなとその正義をずっと成立させ続けるとまあまあいい人生になるんじゃないかなと思うんですよね自分のことばっかりやって周りの人が泣かれてしまうとそれはそれで正義が壊れるし だからといって、みんなのためにやりすぎて、自分が疲弊すれば、それも正義ではないのかな、と思うんですよ。うん、で、今回、その、白い巨塔のね、名言をちょっと紹介したいなと思うんですが、あの、白い巨塔に出てくる主人公の二人のうち一人、江口洋介さんが扮する里見さんですね、里見先生ですね。こういうことを言うんですよ。人は利益や損得に振り回されるもんですと。 しかし時には信念に突き動かされることもあるんではないでしょうか。つまりは理論理屈によって生きてる人間も時にはそういうものを超えたね、感情を全面にうわーっとぶち出して、計算通りにいかない矛盾をはらんでも、でも突き進んでいく時があるでしょそしたらね、それ誰にも否定できないんですよ。だって感情論を出すべきじゃないし、感情的になったりとか、冷静でいるべきだって言うけども、人間って そういうもんじゃないですよやっぱり。カーッと来たり、ありがたいと思ったり、まあ、涙でね、崩れてみたりとか、喜怒哀楽感動っていうものがあるから、人間が人間らしく生きていって、そこにドラマもあるし、矛盾をはらみながらも、でも、割り切れない自分を抱えたまんま、いい人生、悪い人生っていうのがね、色分けされていると思うんですよ。だから、正義にだって矛盾があってもしょうがないし、正義だってね、全部が全部、 あのー、感情でもないし理理論理屈でもないと思うんですよいろんなものが混ぜ合わせられてそして正義の範囲っていうのは実はものすごくちっちゃいってことも私は考えた方がいいのかなと思うんですよせいぜいぜ自分ののの見えてる範囲の正義なんですよ私が望むものだから地球全体の正義なんて考えたらそれこそね、あのー、地球全体の意思とか意味とか人間の総数が必要になってきます。 ひょっとししたらみんんなの意見もも必要かもしれませんでもそんなことってデータを取ること不可能なんでせいぜい人間が生まれて死ぬまで関わる数十人数百人の間でまあまあいいんじゃないのそれでっていうものが私は正義なんじゃないかなと思いますよね。で正義は環境によっても違いますけども日本にいてね日本じゃない国のことを考えてまでね今後とか在留の常識とかそこでの正義を日本に当てはめるつもりまありませんよね。 あの、のよく論破合戦っていうのでね例えばアメリカではとか言いますけども「いやここ日本だからアメリカのこと関係ないでしょ」とかね例えば江戸時代にはって言うけども「いや江戸時代って今現代社会スマホのある時代に生きてるんだから何で江戸時代の価値観をこうやって持ってきてはめるんですか?」っていうのね論破しようとする人って条件をどん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 変えていって追い詰めようとするんですけどもその条件に付き合う必要は全くないんですよね今この瞬間俺が見えてる世界ではこうなんだからそれ以外何かありますなんで 自分以外のどこかわからない人の意見を取り入れて考えないといけないの。無数に他人っていうのは出てきますよってことなんですよ。えだからね、住む世界が狭ければ狭いほど正義っていうのは作りやすいということになるかもしれないですね。<laughs> はい、じゃあ今回は以上でございます。白い巨頭からお話ししました。